皆さん、こんにちは。茨城県オンラインスタディの時間です。この動画は小学3年、国語、ゆうすげ村の小さな旅館、うさぎの大根の8時間目です。動画を止めて教科書とノートを用意しましょう。用意ができたら動画をスタートしましょう。用意はできましたかでは始めます。 今日、時間目の目のです。一緒に読みましょう。この物語に出てきた大切な役割を持つものや道具を探そう動画を止めて一番大切なものや道具をノートに書きましょう書けたらスタートしましょう見つかりましたかヒントです7文字です もう一度動画を止めて一番大切なものや道具をノートに書きましょう。書けたらスタートしましょう。書けましたかこれはうさぎ大根です。うさぎ大根は題名にもなっていますね。うさぎ大根が大切なものであることを考えていきましょう。水木は、 毎日同じうさぎ大根の料理でおもてなしをしましたでもお客さんの評判があまりにもよか,よかったからといって普通毎日毎日同じ料理でおもてなしをしますか水木はつぼみさんやお客さんにどうなってほしかったのでしょうかうさぎ大根の魔法 という言葉を使ってどうなって欲しかったかをノートに書いてみましょう動画を止めてどうなって欲しかったかをノートに書きましょう書けたらスタートしましょう書けましたかうさぎ大根の魔法で耳が良くなって欲しかったです確認していきましょう工事の人は 耳が良くなって何が聞こえましたか動画を止めてノートに書きましょう書けたらスタートしましょう書けましたか小鳥の声動物の立てる音ですね工事で危うく壊すところだった何を見つけて映したのですか 動画を止めてノートに書きましょう書けたらスタートしましょう工事で危うく壊すところだった小鳥の巣を見つけて写したのですねつぼみさんは耳が良くなって何が聞こえましたか動画を止めてノートに書きましょう かけたらスタートしましょうかけましたか遠くの小鳥の声小川のせせらぎはるか遠い山の上で吹く風の音ですねまとめるとこれらは何の音に耳を傾けるようになったのですか 動画を止めてノートに書きましょう書けたらスタートしましょう書けましたか自然の音に耳を傾けるですねこれは何と人間が仲良く暮らせるようにですか動画を止めてノートに書きましょう書けたらスタートしましょう かけましたか動物と人間が仲良く暮らせるようにですね。みずきはつぼみさんやお客さんにうさぎ大根の魔法で耳が良くなってほしかった。自然の音に耳を傾けて動物と人間が仲良く暮らせるようにと思っていたのかもしれませんね。これでゆうすげ村の小さな旅館 ウサギの大根の8時間目は終わりです。